こんにちは、こんばんは。今回は、KTC のですね、クーラントチェンジャーの方を紹介したいと思います。クーラントチェンジャーと言いましても、なんていうんですかね、抜くのはまあドレン緩めて抜くのがまあ一般的じゃないですか。その後の補充の仕方がちょっとまあ違くてですね、負圧をかけて、一気にその中までしっかり、クーラントを送り込めるという道具ですね。なかなか便利なのでちょっと紹介したいと思います。まあもうこれ使ってね、もう十何年使ってるんですけれども、一般的じゃないですか、どうなんですかね。まあこのね、操作は簡単、ダイヤルで2箇所回すだけというね、とってもシンプルな、構造になっております。で、付属で付いてるこの負圧計、まあ、メーターがこんな感じですね。今エアのカプラーを挿して、ただダイヤル回すだけなんですけれども、今これ先っぽのコーンですね、先っぽのコーンの親指挿すとこう負圧かかりますよね。で緑色になったら、チャージに入れる、まあそんだけですね。負圧かかってますね。だからそのリンクしてるのも若干もしかしたらわかるかもしれないですね。あまりねリンクしても、まあ、漏れてしまうからそれはそれで気がつくんでしょうけれども、これで負圧がかからないというとちょっと中、液が残ってたりとか、何かリンクしてる可能性もあったりとかももしかしたら分かったりするかもしれません。でこちら、まあ、これ関係ないんですけどね、モーションプロのプロファンネルといいまして、なんつうか、じょうろにコックがついてるようなイメージですね。なんか、ツーストの混合の燃料を作るのに使うんですかね、もともとは。だと思うんですけど、僕なんかもう、ああいう、なんつうんですかね、ラジエーターキャップのとことか、リザーバータンクの入り口ってなんかすごい厄介なとこついてるじゃないですか。ね、それを先奥まで入れてコックオンにして使えるというちょっとね優れもんなんでちょっと、自慢してみました。ちょっと使えると思います。モーションプロの、プロファンネルっていうやつですね。なかなか、まあ、この時しか使わないですけど便利なやつだと思います。で早速ですね、クーラントを変えるタイミングがありましたので、SV1000S に、使ってみたいと思います。で先っぽのコーンを押し付けてバキュームにしてですね、でグリーンになりましたら、チャージにレバーを切り替えれば今のように、クーラントが勝手に奥まで補充されるといった感じですね。とても簡単ですよね。なんかジョロ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 エンジンかけながらとか送る必要もなく、しっかりと中まで、クーラントを送られると思います。であとね、上上面の方とかちょっと足りないんで、それはねこのプロファンネルでちょっとずつ足してってあげれば、満タンになって冷却水の交換は、完了となります。でこの KTC のですね、クーラントチェンジャーの方はね、価格の方はそんなにね、安価なものじゃないんですけれども、年にね10台も20台もやるのであれば1台持っててもいいんじゃないかななんて思う、道具だと思います。やっぱりねやった後の信頼性がやっぱ違いますからね、かなりおすすめです。今回はこんな感じとなります。よろしくお願いいたします。